ばんは、みんないます。ね、こんばんは。綺麗に映ってるよ、だって。やったー、画質よ。こんばんは。無駄な画質控えないといけないのに食べに行った。たまにはそういう息抜きも大切かもしれませんね。星じゃなくて種持って、これ種に変わったの知ってた？知らない。なんか私もこの間どんなもんなんだろうと思って見に行ったら、ね、星じゃなくてなんか音符みたいなのに変わってて、めちゃめちゃびっくりした。初見です。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてですからね、私たちも。みんな初見ですね、きっと。まだ夕飯中で見れない。あ、後で見ますね、だって。あ、やべ、動かした、大丈夫？イエーイ。ありゃ、こんばんは。初見だよ、ありがとう。ご飯作って待機した、ありがとう。皆さん、はじめまして、ティーンズヘブンって言います。あの、自粛期間ということなんですけれども、こうやって配信をして少しでもみんなに元気を届けられたらいいなと思いまして、頑張っていきたいと思います。お願いします。お願いします。今日終わってもメンバーが代わり番号で配信をしますので、よろしくお願いします。楽しみにしててください。結構あの、みんなゆるっとやると思うので温かく目で見てください。お願いします。すごい、めっちゃコメントね、嬉しい。種もいっぱい飛んできてる。わー、すごい。なんか今94人見てる。なんか今までこれは見る側で、なんかいろんなアイドルさんとかを応援するしてやってる側だったから、ちょっと初めて緊張するね。嬉しい。面白い。ありがとうございます。ドレッシングで飲む。乾杯しよう、岩井に。ほら、乾杯。牛乳を飲みますね。こしとこう。お題行こう。お題に行こう。食べたい。早くない？大丈夫？食べきんないといけないのよ、今日は。そう、うさぎちゃんの前髪が可愛い、だって。ありがとう。公式枠登録してもらって、ゆいちゃんの酒飲みに来たい。めっちゃうまい。ちょっと待って、初見じゃないでしょ。初見じゃないよ、鬼丸。うさぎちゃんラジオじゃないから最初から声出してね。はい。レモン堂じゃないんですよ、初回の。は読めない。初回の怖さ、ゆるさね。ゆるさです。何のお酒が好きですか？レモンサワーが好きです。当日サワーだったら何でも飲める。焼酎と日本酒が好きで。やばいやつ。ワインも好きだよ。はい、ということで今日はですね、何をしようかなってさっきみんなで考えたんですけど、ちょっとこんな時にできるチャレンジをしていきたいと思いまして、チャレンジ、体を張ってチャレンジをしていきたいと思います。今日はこちら。ででん。ちょっともうちょっと縦にして。縦にしたらこぼれちゃうよ。そっか。焼きそば極辛辛。よっ。極激辛。これ涙が出るほど辛いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の禁食は十分にご注意くださいって書いてあります。どんな辛さなんだろうね。見せて。でも3倍辛いって書いてあるよ。うさぎが書いてあるんだ。私こんなのめちゃめちゃ辛いらしいです。ちなみに辛いの得意な人がやめちゃんとうさぎちゃん、よく仲間と食べに行くからね。で、私がもう全く仲間とも食べれないほど辛いのが食べれないっていうですけれども、今日は頑張って食べてみよう。218人も見てる、ね。嬉しい。すごいよ。だってさ、ハートも送ってくれてる。ありがとう。218人の人。知り文字するん？石原さんの得意分野。そう、あやめちゃんが辛さで喉痛めないでな。それはそう。そうだね。え、めっちゃね、もうやばいよって。みんなやばいよって言ってる。これ食べたことあんの？みんな。私は辛いの食べれないんですけど、ちょっと食べてみようかなって。やばいやばいって聞いた。みんなのカレー顔見れて嬉しいって。あ、結構辛いの苦手な方がいっぱいですね。うん。じゃあどんぐらい辛いか。まずはもうお湯はできたので、あともうソース入れて。ソースを入れますね。ここまでは普通の焼きそばみたい。
うん、匂いが美味しそうな麺の匂いがして。ありがとう、見とけばいいよ。ありがとう。おみ。気をつけてこぼさないでよ。怖っ。赤ちゃんじゃないからだよ。赤ちゃんだよ。はい。はい。ありがとうございます。これですね。激辛ソース。匂いがやばいのかな。あ。なんか私なんだけ麺の量がやばくない。多分ね、二人ともね、お湯捨てるのが遅かったから。あ、そういうことか。増えちゃったのか。辛いのは苦手ですって。辛いの得意な人いそうですか。辛そうに食べてる動画上がってたよって。やばい。じゃあ気になるんだ。やばいのかもしれない。ちょっとね、興味本位でちょっと入れてみましょう。こうですか、こうですか、縦ですか、こうですか、横ですか。縦で分けちゃった。1人1個チャレンジなのね。そう、あの今やっぱりコロナウイルスが怖いからそれぞれ別々で食べようと思って。あ、匂いがやばい。え、匂いしない。なんか匂いやばくない。すごいかも。誰かが吐き出さないか不安で仕方ないって。吐き出すとしたら私ですね。薬にかける。うわぁ、 CM やばいね、匂い臭いんだけど。え、でも美味しそうじゃない。ああ、ちいちゃん置いていい。ここどうぞ。あ、すげえ、なんか味噌みたいだね、うんうん、辛味噌のだよ。そんな感じかも。みんなこんなだよ。なんか見た目は普通だけどね、混ぜたら、うん、なんかメキシコ料理みたいな、ね、うん、辛いの入れない。大丈夫、こっちは。これもいい、うん、いいよ、ありがとう。いや、これうわー、すごい。麺のために牛乳と、あやめちゃんがもう大丈夫？匂いでやられてます。マヨネーズ。ちょっとじゃあさ、一人だから言ったや。ちょっと洗ってほうがいいよ。大丈夫？起こしてきな。あやめちゃんは洋服についたため一旦退出。すごいね、これすごいパンパンなんだけど、割と結構。え、美味しそうって言っている方がいる。まあ見た目はね、見た目美味しそうじゃない、普通に。まあね、辛い時はコーラで。え、そうなんだ。あやめちゃん叫びすぎって。あやめちゃんもうテンションダウンですよ。こぼしちゃった。こぼさない。これ一人ずつ行ってみよう。そうですね。でさ、できた。みんな一気に行ってさ、おかしくなっちゃったら大変だから。あれ、これも汁は。なんか引け、あ、ないか。すごいね。失礼します。なんか見た目めっちゃ普通なのに辛いんかな。でもなんかさ、喉に響く感じがした。なぜこのチャレンジで、たまたまです。今たまたまこのチャレンジをしようって思い浮かんだから。こんばんは。食べて美味しかったよって言ってる人がいる。333だって。すごいすごい。めっちゃ見てる。嬉しい。北海道からこんばんは。北海道にいるの。衣装の時は前かきしてる。ありがとうございます、フォロー。もっと普通に配信してって言われた。ちょっとなんかどういう配信がいいのか分かんないから、ちょっと普通に配信して。どんな配信がいいなとかあればコメントください。うん、欲しい。まあ、こういうのあって面白かったみたいなのでも。確かに人々がどんな配信をしてるかよくわかんないから、知りたいかも。それは教えてほしい。うん、お願いします。近況とか。あ、戻った。今の右へというか、もうちょっといい。うん、いいよ、全然。北のお宅です。カラオケ配信だって。カラオケ配信ってやっていいものなの。
なんかカラオケやってんの？え、なんかさ、あれだよね、カラオケとかってさ、著作権みたいになるからさ、やっちゃいけないのとかない？あー、ない、放送するから。あー、確かに。今でもカラオケやってない。じゃあそろそろ行くか。うん、うさぎちゃんから行くって。私多分平気な気がするな。絶対そうだよ。お待たせしました、すみません。私が今日はうさぎから食べる。うん、うさぎちゃんから食べる。でも下の方3人でゲーム配信だって、それは面白い。誰かんち行かないといけないね。でもアマチュア枠だとダメだよね。結構行くね。あ、なんかアマチュアじゃないとできるんだ。行く行く行こう。うさぎちゃんが食べます。もっとこっちおいで。いただきます。かない？私が食べてみます。辛そうなの。うさぎちゃん、あ、ごめん、うさぎちゃん泣かないでって言ってるよ。泣いてない、大丈夫、強いから。蒙古タンメンが余裕な人でもやばいんだって。やばい、やばかった。え、この間の似てる。ちょっとドラマなんだけど、この間のカキピ痛い、なんか痛いの。チーズ入れます。ゆーちゃんはヘブン間違いない。行きますか。行きます。行きます。あやめちゃんが食べます。あやめ選手、これぐらい。いや、もっと食べたい。ちょっとにした方がいい。結構ポーって。あやめちゃん頑張ってできてるよ。頑張る。はいはいはい。え、怖い怖い。いただきます。最初こうなんだよ。うん、え、マジ。まあでも辛い。うん、え、すごくない。でもこの反応なの、すごい。無理だよ、もうこんな入れちゃったばんって。これを完食するまでが、後から来る。めっちゃそう、後から来る、うん、完食するまでだもんね、今日これ、うん、え、無理だよ、もう無理だね。じゃあゆいちゃん行きましょうか。勇気が出ない。じゃあうちらが勇気あったよ、うん、愛と戦う君の歌を、頑張れ頑張れ、なんか顔が面が笑う、心臓が痛い、心臓が痛い、辛いよね。今来た今来た今来た。あー来た。ほら牛乳だよ。あ、牛乳好きじゃないんだけど、いちごミルク、いちごミルクだ、甘いから。はい、すごいな。辛い、めっちゃ辛い。私もう汗出そうなんだけど、ちょっと匂ってみて。じゃあ匂った匂った。ね、怖っ、なんで顔が。うん、匂いは平気なんだけどね、ちょっと辛そうだなぐらいの。いや、でもこれさすがにちょっと、ゆいはちょっとにするね。本当にちょっとにするね。ちょっと無理。じゃあ私が量決める。いやだよ、自分で決める。私が決める。いや、自分で決める。やだ、じゃあいただきます。大丈夫、じゃあけんぽい。はい、ねえ待って、嘘だよ。手食べるよ。はい、いただきます。なんかこれ下に乗せちゃダメだね。下に乗せられるように食べて。でもね、私麺すすえないの。え、すすえで。じゃあ分かった分かった、一気に食べるからちょっとくるくるして食べるね。そんなんじゃ味わかんない。同じマヨネーズ。
ただきます。下に乗せちゃダメだよ。どうやって言う。いただきます。よし、上がれ。最初は辛くない、最初あれ美味しくないってなって、企画なんですけど、ちょっと無理そうです。リタイアします。ちょっとずつ食べていけるかもね、うちらは、うん、結構マジでマヨネーズいい。でもこれ慣れたらいけんじゃない、うん、もう一回さ、辛くなっちゃえばいける。日本語喋れなくなってる。ハウスってずっと言ってる。うん、うん、人類が食べるものじゃなかったみたい。うん、ゆいちゃん頑張れだって。頑張れなよ、もう。もうこれはなんか本当にゲームって感じだね。うん、やばい、きそう、辛いのが麻痺させて食べなきゃダメだって。ね、マヨネーズかけてもいい。うん、やばい、辛いのがきそう。すごいなこれ。汗かいてきた。これはですね、もう食べれませんね。他にも辛いの買ってきたもんね、うん、もうね、わかんないよ。マヨネーズ強くない？うわ、めっちゃ汗かいた、うん、マヨネーズいけるよ。やったの、おかしいんじゃないよ。やばそうね。食べれる頭、私マジすごいな、びっくりした。なんかもう耳がだ、みんながさ、ベロに乗せない方がいいってじゃん、うん、だから結構奥の方でちょっと噛んで飲み込んだの。もう耳がキーン、うん、ね、すごい。初めての感覚がやばい、うん、なんか蒙古タンメンとは違うからさ、辛いっていうかね、もう痛いだね。そうなの、蒙古タンメン痛くない、うん、そうだね、蒙古タンメンは辛いでめちゃめちゃ汗だくになるんだけど、
ゆい、蒙古タンメンじゃないけど食べてんの。ね、味噌ラーメン、味噌ラーメン、味噌ラーメンで私はめちゃめちゃ汗だくになるっていう。すげえ汗出てきた、やべえ汗が止まらない。すごいな、みんな、なんで普通に食べてんの。普通じゃないよ結構汗かいてる。辛い、辛い、鼻水がすごい、うん、すごいなんか間を空けると多分食べれない、あそう、もうさ、一気に行かないとダメなんだろうね、うん、多分ね、これ明日食べようかなって言ってる。ぜひ食べてみてください。辛いの得意なのかな、辛いの得意な、でもあやめちゃんでもやばいから、やばいかもしれん。マヨネーズないときつい。確かにマヨネーズかけてだね。でも中本の一番辛いのより辛い、だって全然辛い、全然辛いらしいっす。え、私も牛乳の一回なんかつけ麺のめっちゃ辛いやつ、うん、レベチ、マジで、マジで。なんか唇が痛くなってきた。日高屋の大宮担々麺食べたことない。美味しそう。日高屋は野菜のやつしか食べたことない。食べてみようかなって言ってる人いる、すごいな、ぜひ食べてみて。すごくない、めっちゃ汗かいてない。うん、でも前もちょっとやばいんだけど、やばいやばい、汗が止まらん、汗は出ないな、まだ、うん、明日大変そう、確かに明日大変になりそうだね。すごい、あやめちゃんの飲み物は黒ウーロン茶です。これ完食できたらすごいと思うわ、マジで。え、すごい、でも食べきりそう、あやまちゃんとうさぎちゃん、もうあと半分ぐらい。うーちゃんの顔がやばいらしいし、うさぎちゃんは結構辛い辛いって言ってるからもう今、うん、でも私も辛いのが食べれるようになりたくて、あやめちゃんとうさぎちゃんが辛いの好きで、よく2人で蒙古タンメンとか行ってるのに私も誘ってくれるんですけど、辛いのが食べれなくて断っててずっとだからちょっと私も行きたいなと思うんだけど辛いの特訓、どうやったら辛いのが食べれるようになるんですかね。中本通えば、いやもう無理やん、だってうちらも普通に蒙古タンメンで辛がってます。だあんな汗出るんだよ私。いやでもね、痩せるかな、慣れだね、辛いのは。でもこれはもう食べなくていい、これレベルは。これ美味しいって食べる人結構もう、え、すごいと思う、味覚がおかしいんだと思うよ。そうね、ご飯だけだ。確かに女の子の方が辛いの食べれる方が多いね。辛いのは酢とレモンだって、ほら、ねえ絶対嘘だからね、そんな情報、ね、絶対嘘だからね。私辛いの食べて前に、なんか辛いと思ってなくて食べたらすごい辛くて、チャーハンが、え、違うか、なんだ、なんだっけ、チャーハンを辛いと、あやめちゃんが食べてた辛いチャーハンを食べたことがあるんですよ。そしたらめちゃめちゃ辛くて、それであやめちゃんがレモン食べるとなんか辛いの治るんだよって言うから、レモンを食べたらめちゃめちゃ辛くて、その方が、言ってる人、涙出たもん、その時も私泣いてたよね、びっくりした、あれは、あれはね、絶対嘘だから騙されない方がいいです。本当だったあれは本当にレモン、辛いのにレモンはきっと嘘ですよ。630人見てるよ。え、これ現在見てる方なの、あ、見に来た人、わかんない、どうなんだろうかな、どうなんだろうね。え、もうこれ食べたくない、リタイア、リタイア、リタイア、しないよ、しないけど、あ、訪問回数なんだって。あ、訪問回数なんだ。想像しただけで辛い。630人ね。でもさ、これはさ、見てる人でしょ、この下に映ってる人って。そうだね、うん、めっちゃいいじゃん、飲むヨーグルトが有効なんだって。あ、わー、牛乳買っちゃったぜ。みんなに先に聞いとくべきだった、ね、確かにね。え、マジやばい、牛乳なくなりそうだもん。もう今、私もないよ、もう今後辛いもの配信はしません。でも、まだ買っちゃったんだよ。それロシアンルーレットだよね。なんかロシアン系さ、ゆいとやってるイメージめっちゃあるんだよ。確かに
でも美味しそうです、ほら普通に食べたら。うん、あ、食べたんだ、頑張って。無理だ、行くわ。私、天国に一回行ってこうかな。うん、お母さんにお別れの言葉言ってないの。母さんが夜なって すごい、あやめちゃんだけ完食しそう。私もするわ私もするから、みんな待ってて。あやめちゃんはね、一番辛いの強いからね。ゆいちゃん、マヨネーズの減り具合半端ない？だって飲んでもいるし、かけてもいるもんね。マヨネーズ飲んじゃったよこれもう一気にいくのがいいのかも、うん、お肉がやばい。さぎちゃん負けず嫌いだねって。楽しそうで何よりです、楽しいです。あ、すごいどうした、何 YouTuber みたいな感じで。さぎちゃん頑張れって言ってるよ。でもなんか辛いの食べれないの悔しいので、同じの買って挑戦します。じゃあぜひそれを動画で上げてください。ツイッター見ます。むーちゃん顔赤くなったって。なってない。あ、唇って書いてあった。20分で完食だってすごっやばない普通に、あやめちゃん喉がさ、受け付けなくなってきて。え、そうだね、辛いよね。ちょっと口洗ってきてもいい？うん、大丈夫だよ。うん、牛乳で洗ったの。牛乳は飲むのあれだから。でもアイスとかあったら食べれそう。仕事に戻ります、頑張ってね、ジンノさん。頑張って。ジンノさん、ジンノって書いてるんじゃないの？じゃあ飲むじゃない。やべごめん、ごめんねあやめちゃんすごいっすよ。もうあとちょっとだよ。すごい、マジですごい。でも私さ、これのさ、見て、 15g で 100kcal だよ。最近あやめちゃんはもうご飯にね、でもかけないと食べれない。うん、食べれないよね。私これ一旦水で洗わないと食べれない。水水洗いしないと。ちょっと後で必ず絶対食べますので見えない。世界が、会社が半数交代して、明日から9日間どうしようかな。ぜひ明日からも配信するので見てください。さぎちゃん、この5分で前髪が短くなったって。なんで前髪なくなってった。なくなったかも。確かに焼きそばで普通にもカロリー高いから仕方ないよ、あやめちゃん。え、そうなの？焼きそば高いの？だって炭水化物だもん。そう、でもなんか小麦が一番太るらしい。え、そうなんだ。グルテンフリーダイエットみたいなのめっちゃ流行ってる。小麦を抜くみたいな。ご飯はいいんだよ。でも本当にさ、ライブを今してないからやばいよね、うん、このまま行くと。お菓子食べまくってる。もうウサギちゃんが放心状態になってしまった。いや、いけるえ、なんていける。さぎちゃん結構負けず嫌いなところがあるみたいですね。わー、びっくりしたな、この辛さ初めて経験した。なんか耳が飛んでくんじゃないかと思ったもん。びっくり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 。
Teens Heaven です。いや私も減った減った。すごい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 、めっちゃすごい。もうあと本来ならあと2口できる。見て、今村さんが見てる。幽霊みたい。帰っていきました。体調悪い時にさ、親がさ部屋に覗き見てくれるような感じの覗き方だった。ゆっくりですね。完食しました。こぼれてる、なんか、あーい、あーい、何してくれてんだよ。ねえ、ごめんね、みんな。そっちに入れないで。食べるんだから。食べるの？食べる食べる、お水に洗って。食べるそうです。さきちゃん、明日大変になるよって言ってる。明日のことは考えない。確かにこれは辛いっていうよりも痛い、うん、もう味じゃないよね、痛い、刺激物。美味しくない、美味しい辛さでもないよね。なんかもうね、辛いの好きな人でも、うん、ぼーっとしながらそうなっちゃうのね。これはね、ダメ。辛いの苦手な人は本当に食べちゃダメ、うん、私死ぬかと思いましたね。今村さんも参加だよ。今村さん絶対参加しない。これやばいわ、これは食べれない。なんかもう食べる前より私量増えちゃってんだけど。あ、すごい、あやめちゃんもあと一口レベル。こんばんは。ちょっとなんかライブがない分、体を張って頑張っていこうという気持ちでやってみました、今日はこの配信を。でも本当にこれは間違っていた、食べてはいけない。こんばんは、すごいわ。こんばんは皆さん、ありがとう。あ、待って、やだ、うん、あ、完食、すごい、マジですごい。私もすごい、私もみんなから拍手もらうために、うん、頑張れ。で、これ食べれる人はやばい、声聞けないから間違いなく、あやめちゃんかわいいって言ってる。次回の定期公演、辛いペヤングはもう誰も来てくれなくなっちゃう。それはもう辛いの好きな人しか来てくれなくなっちゃうよ。すっかり諦めモードの藤沢さん、藤沢さんはちょっと諦めてます。でもあのお水で洗って頑張るわ。すごいすごいって、ほらみんなが褒めてる、あやめちゃん、やったやった。でもめっちゃ辛い、なんかこれ間開けるとやばい、ね、やばいね、多分一気にいかないとダメなんだろうね。なんか部長っぽいアバターあった。ほんとだ、デスラビッツさんの、あ、あやめちゃんがやばい。これはこれはマジすごい、鼻の下、こっちこっち飲んだら、あやめちゃんね、顔がね赤くなっちゃってるもん。やばいやばい、泣いてるよ、ちょっと泣いてるね、助けて、え、あやめちゃんも泣いてる。いやすごい、これはもうあやめちゃんがこんなにね体を張ってすることはなかなかないですよ。いやすごい、マジですごいね。え、私ももうちょっと、あ、すごいよ、うさぎちゃんもあと本来なら一口でいける。いや本来なら一口でいける量なんだけど、多分もうこれは無理だから。すごい、ハートいっぱい、ありがとう、嬉しいです。いやこれね、そうだよね、後から来るよね、めちゃめちゃ多分一気にいかないと無理なやつだわ。うさぎちゃん頑張れって、え、すごい応援コメントが来てます。ハート送ってくれるの嬉しい、しゅんさんありがとう、ハートいっぱい、あ、お水みたいなのもくれたよ。優しい。ちょっとうがいしてくるから、うんうん、それで一気にこれ駆け込むわ、うん、一口であと終わるわ。私何の辛み？辛いっていうか痛い、痛み、激しい痛みを伴います。何だろうね、なんか唐辛子じゃ、何なんだろうね。ハバネロのレッドなんだろう、
かも。でもさ、デスソース、あ、そう、デスソースっぽいかも。ちょっと分かんない、デスソース1回しか食べたことないから分かんないけど、どうなんだろうね、まあ、これ食べれない私は。なんか青唐辛子の、どうしよう。うわ、食べたいのに、焼きそば大好きなの、私ご飯食べるの大好きなのに。ここにあったらさ、食べたくなっちゃうんだけどさ、うん、困ったな、食べれないんだな。なんだべ、一緒にチョコはさすがにやばいか。ゆうちゃんやめて、でも頭おかしくなっちゃう。気づいたらたくさんの人が見てる、ありがとう、本当に。え、14だって。嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にペヤングさんすごいっす、頭おかしい、褒めてる。でもこういうの作るのなんかすごいよね。すごいよね。でもだってさ、食べたくなっちゃうもん、なんか、うん、それで本当に辛いのみたいな、どんぐらい辛いのって気になって食べちゃうし、バズるよねこういうのが絶対、うん、あ、うさぎちゃんが最後の一口を頑張るみたいです。いけるか、いけるか、いくか、あい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 頑張れ頑張れ、もっとそういうの、頑張れ、うーちゃん、頑張れ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 、早く食べて。いくよ、うん。え、こうガーって食べるの。いや、それだとさ、喉に詰まらなくない。じゃあ、はいはい、うん、うん、はい、はい、飲める、いきます、うん、もう口に入れたら勝ち、口に入れたら勝ちよ、頑張れ頑張れ頑張れ、口に入れたら勝ち。辛いね、辛いね、一番辛いよ、火薬が、うん、口に入れたら勝ちよ、もう頑張れ、あー、もう終わる、もう終わりますよ。すごい、これは頑張ったわ。辛いね、うん、いや私も頑張りたい気持ちはあるの、気持ちはバカ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 、最初よりも量が増えてます。めっちゃもらってる、うん、いつもの私のラーメン状態になってるよ。エドハルミ、エドハルミだよ。ゆいちゃん以外は待って、私帰れないんだ、これ食べないと。帰れますってなってるよ。なんかうち、田中口紅になってね。顔かい？うん、腫れてる唇が。なんでこれさ、1本食べただけでもやばいね、うん、刺激だよね、刺激。え、1本だけ食べた？食べた食べた、3本食べたよ、今。じゃあ1本だけにしてみよう。1本でしょ、だから1本ずつ食べて3本までいったんだけど、3本でギブアップ。しかもなんか見た目めっちゃ辛そうではないよね。中本とかとかはさ、めっちゃ辛そうだなんだけどさ、コココ言ったら、いやなんかもうゆいはやめた方がいい気がするよ。ゆいはね、絶対食べれない、うん、洗いたいわ、これ洗いたい、洗おう、はあ、食べません。味噌タンメンのダメな人は絶対無理だよ。確かにね、うん、まずは味噌タンメンから始めるとするわ。私は家はあれにすればよかったね、中本のカップラーメンにすればよかったね。あ、確かにね、辛さのレベルがね、うん、
でもなんかこの間のカキピーより早い。いや私だけあのキャベツマックスとかでよかったわ。あの逆にさあのメガのやつをさ食べきれるかみたいなやつの方が、ね、そっちの方が良かったかもしれない。食べれるわそしたら。夕方ミクちゃん配信してたよ。あそうなの。ミクって愛沢だよね。愛沢だよね。あねこのお団子食べる。食べていい。ちょっと食べただけでまた汗出てきたんだけど、これはやばい。しかもなんか丸々いっぱい残ってる。すごいよ2人とも。マジですごい。尊敬する私。いただきます。うまっ。えめっちゃ卵の匂いした。それそっか。特に卵の匂い。うわ美味しい。やっぱえ、食べるこれ。おチョコ食べたよ。チョコあるよ。もう今何もやばい。大福でリセットしてます。姉ちゃんはあんまりしないでほしいけど動画的には面白いね。これはもう体、まあ、マジで体張れる。なんか罰ゲームがあるならこれを食べるぐらい。うん、辛い。もうねずっと辛いよねこれ、うん、でももう引いた。マジ、うん、すごい。本当にすごい。あったかいって思えばいいんだ。あーなるほどね。痛い。でもさなんかさこれさ食べてもさすごい汗とか出るからさ0キロカロリーで。なわけあるかい。食べきれなかった人が勝ちなゲームみたいな。すいません。勝ちました。確かになんかすいません。ポテチ食べたりして。すいません。パンパンだよ。もうなんかもう超えてるもん柵を。ごめん。何が。お菓子ばっか食べて。夏のチャレンジなら、なんて、あ量のチャレンジならね。そりゃそうっすよ。もう誰にも負けない、うん、量はね。じゃあ今度は量で勝負する。みんないや一番弱いよ。戦力外一番弱いよこの子。うん、一覧いったよね。でもみんなでいったね。一覧であの替え玉どれだけすごいこぼしてごめんね。あやめちゃんいいよ。そうだ、ごめんごめんね、うん、いっぱいこぼしてる。見に行ったらスースー行ってて、あこのスースーの理由はですね、私たち今あのペヤング言ってるのウサギじゃん。ペヤングで最も辛いと言われているこの焼きそばのチャレンジをしました。あやめちゃんとウサギちゃんが全部食べきりまして、スースー行ってます。めちゃめちゃ辛い。これは本当に食べてみてほしい。これ本当に食べきるまで帰りもてん。ちょっと待ってくれ。そしたらもうみんなに土下座してお願いするよ私。もう土下座レベル。ゆいなんか体壊れちゃう。ねえねえねえ、ゆい本当になんか死んじゃうかも。めちゃめちゃビシャビシャになる。過呼吸とかになっちゃうなっちゃう。多分病院送りになっちゃうこれ食べたら。放送事故なんだけど、うん、第1回からヘブンの部屋ルー、ルー、ルーって言わなかった。じゃあ歌おう、せーの。ルル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 ゆいちゃんとご飯行ってみたいだ。すごい食べるけど大丈夫かな。お支払いはお願いします。
かみんなすごい美味しそうなラーメン屋さんとかいっぱい知ってそうじゃない、うんうん、ティーンズヘブンの宣伝しちゃダメなのか。全然ダメじゃない、します、宣伝お願いします、お願いします。私たちが、私たちがそれで、私たちが、はい、リトルニューシングルリトルヒーローインヨアハート、この間、4月15日水曜日の発売予定だったのですが、ノロじゃない、コロナウイルスの影響により発売日を延長し、6月5日の水曜日発売となりました。3日です。間違えました、ごめんなさい、3日です。6月3日水曜日の予定です。はい、今のところちょっとまだ予定なので、予定は未定なんですけど、はい、ぜひ、はい、まあ今ね、こんな状況なので世界もちょっと今後、うん、ライブの復帰もちょっとまだ目処が立ってなくて、いつ始まるとかもちょっとまだわからない状況なんですけれども、はい、まあね、できる限りのこと、今できることを全力でやっていきたいと思いますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。そんなティーンズヘブンでございます。 A タイプと B タイプの2種類があります。そうね、曲の内容は入ってるのが違いますので、はい、ぜひ2タイプ買っていただければ嬉しいです。イエイイエイイエイ、よろしくお願いいたします。あとはですね、まあ、今後はですね、うん、SNS をたくさんやっていこうということで、キャンペーン中、はい、それぞれ個人のツイッターアカウント、ツイッターツイッターアカウント、あとインスタグラム、あとそしてこちらのショールームですね、うん、あと何かあります、やってること皆さん。ないです。そんぐらいなどありますので、みんなでね、ちょっといろいろ配信をいっぱいやっていこう、配信とか、はい、発信をね、発信していこうということで、ね、発信していくよ、はい、ということでいろいろやっていきますので、ぜひフォローなどよろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんかこれは多分ルームフォローするとあれなんだっけ、通知が来るね。あ、そうなんだ。行くみたいなので、ぜひポチ、ハートボタンポチお願いいたします。お願いします。お願いします。あと個人的にはですけど、今日の深夜、あ、そうだ、今日の深夜っていうか、もう日付変わって3時27時ぐらいなんですけど、今日からラジオが始まります。ありがとうございます。大名言ってないね。ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、イエーイ言ってよ、ウサギちゃん言って、ウサギちゃん言って、聞いてよね。じゃあ胸毛騒ぎ、え、胸毛騒ぎ、タイトルコールお願いします。え、もう一回言って。ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、はい、ヨネとユイの今夜も村瀬さんさぎ。なんでなんで。ぬりぬりって言いましたけど、大丈夫ですか。ちょっとね、辛いのを食べ過ぎてちょっとおかしくなっちゃったみたいなので、すいません。はい、そんな感じで今日ですね、今夜もう日付変わって4日の27時くらいから、メインMC を担当させていただいてます、プロレスリングノアさんのヨネさんと、うん、あとティーンズヘブンの藤沢ゆいで、やらせていただいてます、うん、ぜひ楽しい配信にラジオになってるかなと思いますので、ぜひ聞いてみてください。今日初日なんだよね。今日初日です、第1回目、みんなぜひ見てください。絶対面白いね。絶対おもろいよね。絶対面白い。だってもうゆいがいるだけでおもろいじゃん。もう喋ってるだけで面白いのに、異様だよね。なんかもうアフロの方と金髪の女と、あのね、ラジオを撮ってる時がめっちゃ面白かった。あ、そうなんだ。でもなんか楽しくできるのはいいね。アフロがすごい揺れてんの。小刻みに喋ると、そう、面白いですねって言っちゃった。そんな感じです。放送局はラジオ日本、日本ラジオですね。ラジオ日本じゃないの、うん、ラジオ日本、ラジオ日本、ラジコでも聞けるので、うん、アプリだよね。そうそうそう、ちょっと深夜なので、ちょっとリアタイちょっと厳しいなって方はラジコでも後々配信とかで聞けるので、ぜひ聞いてください。聞いてね、よろしくお願いします。
まあ放送とか AM も FM もあります。昔のそうな感じです。あとありますか、告知したいこと。あ、そう、あと自粛期間中は Twitter でリプ編をしたりとかもしますので、ぜひ、ね、あ、そうですね、リプ編します。ティーズもともといいねダメだったり、リツイートもあんまりダメだったりとか、リプ編もね、してなかったりするんですけど、みんなと会えてない期間は Twitter でいっぱい会えると思うので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。イエイ、ありがとうございます。そんな感じで、あの、明日からもうやっていきます。明日の人、はい、私か、ゆいだ。ちょっと待って、確認します。あ、ここにあるよ。あ、本当？あ、ありがとう。ゆいちゃん、明日は私だっけ？ゆいだ。私でした、すいません。ゆいです。明日、藤沢です。そう、日曜日9時半から10時半9時半から10時半基本個人でやる分には9時半から10時半の予定です。はい、日曜日があやめちゃん、はい、月曜日がうさぎで、火を回ってくる、ね、水、木曜日はちょっとダンスレッスンがあるので、うん、お休みさせていただきまして、はい、結構遅くまであるから、ね、そうです、10時まであるから、ね、うん、そう、夜帰ってからじゃ遅くなっちゃうので、はい、でまた土曜日に全員で、そうだね、やりますので、やります。その時はまた違ういろいろな企画を考えて、そうですね、やりますので、ぜひこんなのやってほしいなとかあればよろしくお願いいたします。ツイッターなりなんなりで、うん、今のコメントなりでぜひ教えてください。教えてね、お願いします。はい、そんな感じで第1回の放送、皆さんどうでしたか？え、もう終わりかな。そうだよ、ちょっと待って、私みんなに聞いてたんだ。あ、そういう感じじゃないの。こっちの人じゃない、うん、そうそう、こっちの方も、あ、こっちの方も楽しかったって嬉しい、ありがとう。え、で、もう1時間だったの？そう、1時間です。もう早い、楽しかった、あっという間、ね、みんなでやるとさ、楽しいからあっという間だよね、うん、嬉しい、よかった、楽しかった、ありがとうございます。どうでしたか、皆さん。なんか、もともと、なんだろう、普通にティーンズは配信とかもなかったし、うん、確かに今日初めてアカウントね作ってやったりとかしたから結構新鮮な感じもあるし、うん、ライブ中だと喋らないし、確かにね、MC をそこ何もしないからね、なんか定期公演とかもさあるけど、うん、ワンマンぐらいじゃない、ちゃんと喋るの、うん、なんかライブをやっぱ見てほしいっていう部分が強くて、やっぱ喋る分一曲でも多く見てほしいっていう思いがあるからあんま喋らないんですけど、こういう機会があるとね、やっぱなんかこういうのとかもできるし、うん、なんか素のありのままの私たちを見てもらうこともできるのかな、いつもママの姿見せるのよ。こんな感じで自由な方々なんですけど、うん、私たちこれからも配信していくので楽しみにしていてください。楽しみにしててね。なんかちょっと今日平日で早い時間なんですけど、そうです、すみません、ありがとうございます、急にありがとうございます、やってみてくれて嬉しいです、ありがとうね、みんな、めっちゃ嬉しい。なんかお星様とかいっぱい、アイテムもいっぱいくれて嬉しかった、うん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、またぜひ見てください、配信、ありがとう、よかった、またね、またね、え、これすみません、これどうやって、スクショ、あ、スクショ、じゃあスクショするわ。あ、どうやって、え、これうちらなの、このアバター。いくよ、いくよ、うん、いくよ、うん、いくよ、3、2、1。スクショってどうやってやるの、ここ押せばいいんでしょ、うん、そう、あれ、これ上じゃなかった、上ね、うん、いくよ、3、2、1、うん、あ、取れた、イエーイ、いい感じだね、そう、あ、やばいやばい、ごめんね、そういうつもりはなかったよ、ありがとうございます。ということで、またぜひ明日見てください、うん。これで配信を終わりにします。ありがとうね。ありがとう。ピー。See you. Next time. 切れないよ。See you. あ、まだ切れ。これでしょ。うん。